僕はいつもうまくいかないんだろうな。あ、カシオ様、すみません。いや、その、でも。すみません。私、全然お店の役に立ててないですし、あ、いや、別にブログの写真は気にしてないんですけど。できることなんて力仕事と掃除と列整理くらいだし、ほんと、なんで僕はこんな脳筋猫に育ってしまったんだろうな。いろいろと気を使わせてしまって。そういうことならあの量も納得です。そしたら私の仕事がまた一つ減っちゃいますけどね。あ、それともおでこに車とでも書きましょうか。軽トラックくらいなら負けないですよ。おじさんもお久しぶりです。元気にしてましたか？
和尚様、この子は？こんにちは、たこ焼き屋のミルクです。お姉ちゃんも猫のお姉ちゃんなんだね。私と一緒だ。にゃんにゃん。うん、一緒だね。どうしたらいいかわからないっていうか、その、だって僕がニャンニャンとか似合わないから。ああ、子供は好きなんだよ、可愛いって思うし。ココちゃんはね、なんとショコラたちのお姉ちゃんなんだよ。お姉ちゃんたちのお姉ちゃんなんだ、すごい。うちはお姉ちゃんいっぱいいるけど、一番下のお姉ちゃん。一番下のお姉ちゃんなんだ。お姉ちゃんいっぱい羨ましい。いや僕、私はそんな大したお姉ちゃんじゃないから。お姉ちゃんがいるだけで羨ましいよ。だって猫のお姉ちゃんがいっぱいいたら楽しいもん。猫ちゃん、もう楽しくないの？みんないるのに楽しくない？そうだね。猫のお姉ちゃんがたくさんいると楽しいよ。やっぱり楽しいんだね。よかった。私もお姉ちゃんのお姉ちゃんたちともお話ししてみたいな。うん、ソレイユっていうお店に来ればみんないるよ。ちょっと騒がしいけどね。猫のお姉ちゃんたちとお話ししたい。うんうん、おいでおいで。いっぱいサービスしちゃう、スタッフ特権。主人様はお買い物だから私がお留守番してるの。あのね、私ね、ご主人様と一緒に新しいたこ焼き考えたの。でもね、その材料が足りなくなっちゃったから、だからご主人様が戻ってくるまでお留守番してるの。食べてほしいな。お姉ちゃんたちにも食べてほしいな。いやいや、ミルクちゃんが考えたのかい？それはすごいにゃん。おお、こやつ見かけによらずやりよる。ご主人様、お仕事中ですけどこれは聞き逃せませんよ。休憩の前借りということでどうか一つ。の食うべからず的な。大丈夫、僕たこ焼き大好き。はい、ありがとう箇所様。ん、この足音はご主人様だ。帰ってきた。ほら、あそこ。Thank you.
私猫だから、ご主人様の足音なら遠くでもわかるよ。えへん。じゃあちょっと待っててね。すぐにご主人様呼んでくるから。ご主人様、猫のお姉ちゃんたちがまた来てくれたよ。大丈夫？どこも痛くない？お姉ちゃん危ないよ、道路に急に飛び出したりしたら。もうちょっとでご主人様をすごく悲しませるところだったよ。お姉ちゃん。覚えておきます。ミルク、ああミルク、大丈夫？本当に大丈夫？ああご主人様、大丈夫、お姉ちゃんのおかげで大丈夫だよ。ありがとう、本当にありがとう。本当に、なんとお礼を言ったらいいか。そんな僕なんか、お礼なんて言われるほどじゃ。言葉なんかじゃ表せないけど、でもありがとう。大事な娘がいなくなってたらって思うと、本当に。はあ、君の名前は？ココナツです。ココナツちゃん、本当にありがとう。この恩は絶対に忘れないよ。君がいなかったら、うちの娘はいなくなってたかもしれないんだ。本当に、本当にありがとう。
将様。はい、ありがとうございます。お礼なんてたこ焼きくらいしかごちそうできないけど、よかったら食べてってくれるかい？和尚様。はい、じゃあ遠慮なくごちそうになります。ごちそうさまでした。作ったたこ焼きカリカリでめっちゃ美味しかった。こんなにお腹いっぱいたこ焼き食べれる日が来るなんて。まだまだ世の中には僕の知らない幸せがたくさんだな。いいんだよこんな程度。うちのミルクの命を助けてもらったことに比べたらまだまだ足りないくらいさね。私もこんなにたくさん食べてもらえて嬉しい。にゃー。そうだ、ご主人様、カード、ショップカード。今度はうちに招待しよう。ケーキ食べ放題。それいいね。たくさんサービス仕返してあげたいな。わあ、ありがとうおじさん。おばっか、どう見てもお兄ちゃんだろうが。え、そうなんだ、ごめんなさい。ありがとうお兄ちゃん。うちに寄らせてもらうよ。本当にありがとね。ココナツお姉ちゃん、本当の本当にありがとう。ミルクが無事で本当に何よりだったよ。いいいいミルク。飼い猫たるもの、ご主人様を悲しませるようなことは絶対にしちゃダメだよ。うん、もうしない。絶対約束する。いい子だ。ショコラも、ショコラも約束する。指切り。嘘ついたらハンドミキサーでグリグリのケイ。本当にありがとね。じゃあまた近いうちに。バイバーイ、お姉ちゃんたち、またね。和尚様、本当にソレイユに来てくれたらいいですね。はい、お仕事ちゃんとできるように頑張ります。ずいぶんと遅いお帰りでしたね。
様が途中でお腹痛くなっちゃって。私たちもご主人を励ますので必死だったね、ココナツ。え？そう。おめえら前歯に青のりついてんぞ全員。うぎゃー、違うんですにゃ。これは決してたこ焼きってだとかそういうことじゃないのですにゃ。これは的なあれはね、ココナツ。カビ？え、嘘。そんなとんでもないパス出されても、きちゃないわね。ほんと品のない妹たちだわ。とっても雑な言い訳ですね。嫌いじゃないですけれども。いいからとっとと歯磨いてこい、猫シスターズが。了解であります。まあ兄様がついていたわけですし、中は私と小豆がいましたし、別に刺してる問題はないのですけどね。え、兄様が謝罪の証として熱い切符をしてくださる？そんなことまでされたら、女としても妹としても何も言えなくなっちゃいます。ではどうぞ。お待ちくださいませ、兄様。
ちょっとかかりそうなんだけどよ。昼間にナッツのアホと揉めてたわ。あれが思ったより効いちまってたみたいだったから気になってたんだ。わざわざ気を回してナッツを外に連れ出してくれたんだろ。何言ったか知らねえけど立ち直って帰ってきたみたいだったからよ。だから一応礼を言っとこうと思ってさ。誰でも一応長女ですからね。周りを見ることには慣れてるのですよ。させちまって悪かったなってこった。ほんとナッツのアホは手のかかる猫だよな。たく、おナム、こっちこそ仕事なんだから礼言われるこっちゃねえよ。感謝してるなら時給に反映させてくれや。なんだ、何ニヤニヤしてんだ。そうだな、そんな感じってことで。ちょっとカショウ、しぐれを病院に連れてってもらえる？血が止まらないの。鼻クリップで押さえてるのに。ああ、ミーサバ、しぐれは過保護にございました。来世もまたミーサバの妹に。いや、もういっそ恋人に。しぐれちゃん、しっかりして。早くタクシーを。ご主人様、ちょっとお話があります。よろしいでしょうか。わーい、今日のご飯は何ですか。ショコラの大好きなパフェですか。違います、そうじゃないんですってば。真面目にお話聞いてください。にゃー、ここ最近ショコラは思ってたんです。ご主人様が誰のご主人様か分かってますか。
ご主人様は嫌いです。にゃんにゃんにゃーにゃー。ショコラは何でも真に受けるんだからダメだよご主人。なんでバニラがご主人様派なの？バニラはショコラの味方でしょ。もちろんショコラ愛してる。喉元ゴロ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 。なんか最近ご主人が私たちよりも他のお姉ちゃんたちと仲いいっぽい。ショコラはそれが気に入らないと主張してるわけです。あ、さすがはバニラ、ショコラのことよくわかってる。ふっす。来ました、バニラさん。今のご主人様の言葉、浮気した男のテンプレっぽいよね。私も概ねショコラに同意。多数決によりご主人が悪いこととなりました。終了。マジで
てくにしゃん。この慣れた手つきが、いや、エッジパティシエ。
気持ちいいです。ご主人様、もっとなでなで、もっと。ご主人様がこっちに来てください。激しく同意。主人様のエッチ、ほんとエロパティシエ。でも嫌いじゃない。猫パラ。